皆さんこんにちは、闘病です。今回私はコーセーさんから発売されているラチェスカホットジェルクレンジングというメイク落としをご紹介していきます。ぜひご覧ください。こちらが成分表です。メイク落としプラス毛穴洗浄、美容液感覚、潤うホットジェルクレンジング、ソフティモラチェスカホットジェルクレンジング、洗い流し専用 200g、 爽やかなグレープフルーツの香りだそうです。美容液 90% でじわっと温感だそうなので、今流行りの温感ジェルですよね。私一度使ってみたかったんです。なので今回私は近所のドラッグスーパーで購入して、お値段は998円で購入しました。もっとお安いところもあれば、もうちょっとお値段が張るところもあると思うので、それは皆様で探してみてください。箱から取り出してみました。いかがですか？チューブタイプになっています。これから使っていきます。取り出しやすいキャップになっています。ここにたっぷりのお水を用意しました。手の甲に BB クリーム、アイライナー、アイシャドウ、アイブロウ、リップ、チークを使って落書きしました。この落書きがラチェスカを使って一体どのくらい落ちるのか検証していきます。まずこのくらい取ります。ここに取りました。これをなじませます。なじませた感じだとまだそんなに取れないです。で今10秒くらい経ちましたね。わ、すごい、少しだけ薄くなってる気が。あ、香りも爽やかなグレープフルーツの香りでいい香りです。使ってる間もとっても癒されます。20秒なじませてもあまり、ちょっと薄くなってきた感じですかね。本当に取れるのかな。ここら辺アイライナーを引いた部分は特に何重にも重ねているので取れにくいかと思います。本当に取れるかな。でもじわっと、じんわり温かい、そんなに熱って感じじゃないんですけど、じんわり温かいって感じです。なんか閉じた毛穴もしっかり開いてくれるかなっていうような温かさです。ここで水で洗います。どうだろう、落ちるかな。あ、すごい、そんなにこすらなくても落ちます。あ、すごい、少しジェルがぬるっとした感じがあるのですが、こう水で落としていくといい感じに消えてくれます。お、あ、でもちょっとラインがちょっと落ちづらいかな。他のリップやアイブロウやアイシャドウとか落ちてくれるんだけど、少しちょっとアイラインが少しだけ重ねすぎたかな。あ、でも全部落ちますよ。あ、すごい、全部落ちた。すごい、そんなにこすってないのに。はい、どうでしょう、これで全部落ちました。どうですか、ちょっと一旦タオルで拭いてみますね。
見てください、この綺麗になった感じ、すごい。カメラ越しだとちょっとわかるかな、肉眼で見るとわかるのですが、少し細やかなラメが落ちてないなっていう印象があります。でもこの1回でここまで落ちるなんて驚きですね。すごいです。これからも私使用していきます。色素沈着、ちょっとアイライナーとかアイシャドウを使いすぎて心配な部分があったんですけど、これに出会えて本当に良かったなと思います。これで安心です。ソフィモラチェスカホットジェルクレンジングを試してみたこの動画はいかがだったでしょうか。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。私はこの動画の他にウクレレの弾き語りもやっております。そちらもぜひチェックしてみてね。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。